化学繊維のひどい汚れは実は半分以下しか落とせていない。この問題に挑んだのは花王の同期コンビ。俺のアイデア聞いてくれよと誘ってきまして、汚れがつきにくくなるとか汚れが落ちやすくなる衣類に変えてったらいいんじゃないかっていうところを、そういった技術を何か作れたらいいなと。2人が挑んだのは汚れを落とすのではなく落ちやすい繊維に変えるという、先輩たちが何度も失敗挫折してきた発想。正直言ってやっぱり何回も心が折れそうになったことはあったんですけど、やっぱりイモリが諦めなかったんで自分も支えられたっていうのが多分大きいかもしれません。実験を繰り返すこと111回目。繊維を水になじみやすくして汚れを落ちやすくする AC ヘッグがついに誕生。すごい結果出たんだけどっていう、明らかになんか AC ヘッグで処理した布を見ると汚れが落ちてるっていうのを実感できて、彼らすごいことを発明したんだな、こんなことが洗剤で起こるんだって、まあ、驚いたというかすごいなと。すごいなって思います。よりいいものに変えるために私たちは洗ってるんだっていう、ポジティブな前向きな選択に変えていけたらいいなっていう思いで。洗濯で衣類を変える、洗濯が前向きに変わる。130年間洗うっていうことと向き合ってきたっていう、そのポリシーをすごく大事にしたいなと思ってまして。ちょっといい毎日を発明しよう。花王。